から今日初めてカシューさんと花子ちゃんとシーンでした。アギトでもさ、こういう感じだったよ。はい、皆さんこんにちは、いろいろまさひろです。ハロー、ニーハオ。はい、ということで今日はですね、もちろんピンクの特撮の撮影に来ておりますけれども、かなり映えてるところに来ました。またね、紹介していこうと思います。ほら、見て、金のドア、これすごくない？なんかここもう目とかシャンデリアとかあるし、すごくない？ね、めちゃくちゃすごい。今日映えてるところに来ていて、ロイチェスターっていうところに来ております。世界観がね、すごいところなんで、館内を探索していきます。この動画やばい。中庭あります。で、多分あそこにも撮影します。そう、はいはい、こっちの方がなんか便利だね。ちょっと見ていきます。今日は仮面ライダーアギトの歌手としきさんとの共演シーンですので、僕もすごく楽しみにしております。この GG チャンネルでは歌手さんとのコラボの時に、僕が出演交渉して出てくださるという形になったんですけれども、僕を踏みつけるということが果たして台本に反映されているのかどうか、そちらを楽しみにしていただければなと思います。ということで今日も行ってきます。現場でセリフをつけるという監督ですね。なかなか新しいですけど、すごいですね。そんなこともあります。現場でセリフ変えることはよくあるので、もし、ね、エキストラ参加するとかいう、ね、人がいたら、もう本当頭入れておいてください。現場でこういうことよくあるんで。何者だ、ここをどこだと思っている。レジューに伝えろ。貴様、レジュー教に向かって何て口を。リサですが、尋ねてきた。はい、ということで、その歌手さんが今現在撮影してるんで、ちょっと見てみましょう。怖いですね、ちょっと衣装着てる状態。いや、一緒だよ。めちゃくちゃ豪華っすね。すごいよね、この衣装。すごいよね。髪の毛も超黄色。そう。なんかね、珍しい。そうだから、こういう感じのキャラクターになってるのは初めてだ。はいはいはい。こういう感じだね。結構派手めなのがないんですか。ないですね。意外っすね。ちょっと楽しみ。本当ですか。いいね。なんかこういうのあるとちょっと入り込みやすいから。意外とノリノリでやってる。そうそうそう。嬉しいです。どういう感じ。いや、ちょっと僕だから今日初めてカシューさんと花見ちゃんのシーンとして。それがすごい楽しみで。いや、前にGGチャンネル出ていただいたときに、はい。なんかこう踏みつけるとかですね。そんなシーンが果たしてあるのかどうかわからないんですけど。いや、ごめんなさい、本当に剣もありますね。すごいかっこいい。なるほど。あ、この剣を召喚するシーンをさっき撮った。あ、そうだ、撮りました。なるほど、なるほど。ぐるぐるの時間になってるな。あ、歌った。回ってきました。今デジールとホビーのシーンを撮ったほうが戦ってました。あ、なるほどね。今日出来上がった。あ、ディズニーやり込んできました。今まで出てたって今日長丁場だからね。そうですね。注意を逆転させない。今日はもう1日以上撮影するんです。長丁場ちょっと頑張る。僕が歩くサンドバッグじゃないんですか。これからカシューさんとのシーンですね。楽しみなシーンのうちの一つです。奥にカシューさんいるんですけど、ね、奥にね、ちょっとまだね、小さく見えないと思うんですけども、カシューさんの変身するデジールの、アーマーデジールが奥にいます。ここで、アーマージサリスとアーマーデジールの戦い、ここで行われるという。ことになります。ということで、これからカシューさんとの共演行ってきます。カ
カシーさんの編集シートみたいな、ダッシュ編集みたいな、ちょっと見ていきましょう。カシーさんが奥からこう走ってきて、それがこうアーマーデジールになってファーみたいなシーンを多分撮ってると思います。あくまで井上の予想です。コスト1回でもう本番行くんで、もうほぼぶっつけ本番に近いんですけど、ね、果たしてね、どんなカシーさん、どんなデジールさんの気合が見れるかちょっとね、見ものです。本番よーい、はい、うわー、なんかさ、アギトでもさ、こういう感じあったわけ、うわーって行くような感じ、ちょっと思い出しますね。アギトを知ってる人だったら思い出す人いるんじゃないですか、今の感じ。よーい、はい、そのまま行きましょうか。アーマーデジールさん入ります。続いてあのアーマーデジールの走るシーンですね。これ多分重ね合わせて、デジールさん走るシーンやや真ん中じゃないかもしれない。そこです、そこセンターです。はい、じゃあ本番行きましょう。周囲のお芝居はさっきと全く同じでいいです。はい、していきます。動いてると思いますよ。本番よーい、はい、カット、もう一度行きます。よーい、はい、私の返信していきます。こんばんは。よーい、はい、カット、オッケー、はい、お願いします。オッケー、じゃあ本番いきますよ。よーい、はい、まで真っすぐ行かないといけないので、それでちょっとエンジンになっちゃうし、ね、視野もね、スーツの中だと狭いし動きづらいんですけれども、カメラのギリギリまで行かないといけないっていうチキンレースみたいな感じです。よーい、はい、スタート、はい、OK、 はい、ということで編集シーン終わりました。気になる編集シーンのカットは、まあ、本編ご覧いただければなと思います。楽しみですね、どんな感じになってるか。僕もちょっと楽しみなところあるんですね。かっこよくなってるといいですね。はい、ジールさん、どうですか、つけ心地は。いや、耳痛い。なぜか耳痛い。あ、耳痛いですね。耳痛いの、もう全然耳痛くない。マジっすか。はい、俺耳でかいのかな。めちゃくちゃでかいのかな、俺。めちゃめちゃ赤くなってる。やばい赤くなってる。耳そうザラ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 とか擦れるから痛い。はい、頭ちっちゃいんだね。いや、どうなんすか。でかいのかな。めっちゃ痛いって面白い。ただです。現在朝の5時でございます。もう5時だ。はい、眠いわけだな。これ今日今から何のシーン撮るんですか。もうラストです。はい。ラストのラストです。なんかすごい格好してますね。ねこんなエプロンまでつけてね。はい。デジルがどうなったのか。そう。これ気になりますね。気になりますね。なんか皆さんのちょっと衣装も心なしかちょっと気になりますよね、これ。これどういうシーンなんですかね、これ。何のシーンなんでしょうね。ちょっと気になりますけれども。これも一番ラストのシーン。なるほど。ちょっとじゃあ本編楽しみにしてます。お楽しみに。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなか痺れる。撮影ますね、撮影でしたね、うん、激寒、マイナス4度ぐらい半端ないあの激寒の環境で、一番、いや一番でしたね。あの痺れる寒さでしたね。はい、ということで私はこれからこのメイクを落として今日の現場終わりたいなと思います。それでは皆さん、またねー。